ポポポポポンンンンンニャンまあ、そうにしても、あの、まあ、今日は、えー、もう日付変わったんですけども、兵庫県議補選、えー、宝塚市でね、宝塚市での兵庫県議補選っていうのがあったんですけども、まあ、それで、えー、まあ、当選、えされたのがですね、維新の方と、えー、自民の方が当選したということで、まあ、これも、あのー、いや、僕も書きましたけども、やっぱりその維新の人がね、 あの、県議をやめ、今回の県議補選っていうのは、維新の人が、えぇ、ー、県議だったのにですね、宝塚市長選に出るために県議をやめて、ほんで、この宝塚市長選で、この方が、えー、落選してですね、ほね ほんで、もう一回、この、自分が辞めた補選に自分が出るっていうね。ま、ほんと、これは納得いかんだろう、という中で、え、行われた、あの、補欠選挙であったということでですね。まあ、投票率もまあ、ま、28.71%っていうことで、まあ、あの、ま、低いかなと、まあ、4、およそ4分の1ちょいぐらいしか、 えー、投票行ってないということで。まあ、これがどうなんのかなと、まあ、今週というかね、まあ、あの、まあ、先週になるんですからまあ、この、えー、選挙期間中は雨も多かったし、どうなんのかなみたいなね。あの、そういう感じもしてたんですけども、まあ、維新の方が15,907票で、まあ、トップ当選していると。で、その次に、えー、自民の方が13,441票と。えー、で、あまあ、あのー、 当選された。二人当選。定数2位なんでね。で、これがギリギリまで、あの、えー、11時40分ぐらいまでですかね。なかなかこう、維新の方は、早々とというか、えー、当格はついたんですけども、まあ、残り1議席をめぐってですね、やっぱり自民党の、この風、えー、風早久夫さんという方ですかね。 それと、立憲民主党の橋本成としさんという方がですね、まあ、あの、競ってると。で、今日の FM 宝塚でもですね、出口調査では、えー、出口調査、立憲と自民と維新がなんか競ってるみたいなね、なんか激戦だみたいなことを言ってたみたいですね。まあ、これツイッターで見、あの、見たんですけども。で、まあ、やっぱその FM 宝塚も僕も後で聞いてたんですけども、 ま、この、ですか、この維新の方はですね、やっぱりそういう、僕が言ったように、県議辞めて宝塚市戦選で落ちてですね、もう一回権、県議、補正に出ると、自分が辞めた補正にね、ということで、やっぱり出戻り批判っていうのがですね、多かったと。まあ、だからこの維新の方もですね、あの、なんかツイッターでの発信はね、宝塚市戦選とかは、必死にやってて、維新の人たちも、あの、必死で、 やってたんですけどもね。で今回は本当にその、まあ、初日と最終日ぐらい、えで、あの、なんか、ツイッターとか、ちょこちょこと載せたぐらいで、まあ、他はもう全然ツイッターには、 えー、なんか選挙運動やってますよ、みたいなことを載せずですね。まあ自身の Facebook に、えー、なんか自撮りっていうかね、なんか一人で撮ってるような、なんか写真載っててですね。まあやっぱり相当ね、このデモ撮り批判っていうのが、あのー、やっぱ多かったんだろうなっていうね。だからこう、なんかあんまりもう、もう、なんか積極的に運動やってますよ的なことは、 控えたんだろうな、っていうのは思うと。で、それはそうやろうなと思いますよ。こんなよう出馬できるな、っていうねうん。で、まあ、まあ、それでも、こう、15,907人の方を入れてるわけですから、まあ、そういう意味でも、まあ、維新、 の、まあ、ご前回の兵庫県議選、えー、よりは1万1000秒、ね、この方、維新の方を取ってるんで、まあ、それより伸ばしてるっていうところが、やっぱりこの維新が、えー、この兵庫県宝塚市でもですね、まあ、こう、徐々に、えー、勢力をね、まあ、拡大してるかなっていうのは言えると思いますね。 で、まあ、これ自民とその立憲の方が、まあ、最後まで、あのー、まあ、争ってたんですけども、まあ、そういう意味ではですね、まあ、自民、ここはも、もともと自民が強いところなんでね、宝塚っていうのは、あの、県議選レベルとかになるとね、県議選では自民がトップ当選してるんで、 そういう意味でいくと、この立憲なんかはですね、あの、前回は9000票ぐらいしか取ってないんですよね、県議選では。そういう意味では、えー、この、えー、鳴門氏さんですかね、橋本さんという方が1万2000票取ってるということは、ま、善戦したと言えるんじゃないのかなと。で、こう、 今回5人出てたんですけども、えー、共産党の方が6509票ということで、やっぱこの、あの、伸び悩みというかね、あの、兵庫県議選ではですね、共産の方が12000票取ってるんですよね、ネリキさんという方がね。だからそこから比べて半分と、えー、このネリキさんという方は県議選では、 あの、二番目に当選してるんですけども、今回はやっぱその、え、三富さんっていう方が、あの、出張ったんですけども、やっぱ六千五百っていうのはですね、やっぱり、まあ、突然のね、まあ、あの、まあ、立候補とか、あと、いろいろしん、やっぱり知名度の浸透不足っていうのがやっぱあったんちゃうかなという意味ではですね、やっぱり、あの、共産党も、えー、 やっぱちょっと焦らなあかんのちゃうかなと、この結果にはね。っていうのは思いますね。うん。やっぱ立憲民主党がその分、えー、伸びてると、まあ、ネット情報ではですね、まあ、立憲民主党、えー、社民党、国民、えー、民主党が、えー、なんか応援してた、支援してたんですかね。なんかそういうのも見ましたけども、まあ、そういう意味でも、えー、なんか外線カーもすごく、なんか走ってるとかっていうネット情報もあったりとかして、かなり力入れてたて。 いうこともあって、票、まあ、を伸ばしているということで、まあ、これ、次の、えー、県議選ですか、まあ、あと2年後ぐらいにあるわけですから、まあ、そこへもね、あの本当にあの各,各党があの頑張らんと、あれかなと思いますね。う まあ,もうまあでもこれなんかこうさっき FM 宝塚聞いてたんですけども、まあ維新の候補もね、まあそんな喜べる、あのー、状態じゃないということで、やっぱそのかなり出戻り批判っていうのをですね、まああの身にしめてんのかなっていうね。お大きな顔できんのかっていうね、ほんまね。いやだからそういう候補をね、公認する維新、維新の会っていうのが僕は、 あの、責任大きいと思いますね。まあ、当選したと言ってもですね、この、1万五千票って言ったら、 宝塚市民の有権者からすれば、ええー、ま、10分の1以下ぐらいですかね、20万人ぐらいいるんですかね、大体宝塚、19万ぐらいですかね、有権者が。だそういう意味で、この当選がですね、まあ、この当選は維新としては喜ばしいものだと思うんですけども、まあ、これ、この方が当選したことによって、維新っていうのは何なんやっていうね、僕はそういう批判っていうのも、僕は今後起こり、 売るんじゃないだから決して喜べないし、だから万歳も、あの、まあ、できないわけですからね、あのー、FM 宝塚でもそういう批判の声があると、えー、言ってたわけですから、まあ、本当にね、あのー、やっぱこれは、やっぱり維新としての、まあ、この候補者自身っていうのもあるかもしれませんけど、やっぱり維新が公認してね、応援してたわけですから、 そこなんかね、やっぱりね、ほんまになんか身を切る改革のとこなんかと、なんか自分とこだけみたいなね、なんか自分たちはなんか甘くないのみたいな、なんか優先入院とかっていうね、大阪ではなんか報道してましたけども、なんかこう、なんか言ってることでやってることが違うんちゃうかなって。 っていうのは思いますね。うん。だからこれは全然、維新にとってはですね、そんなに大っぴらに喜べない、あのー、勝ち方なんちゃうかなと。で、これがやっぱり衆院選とか、例えば東京都議選だったりね、まあ、大阪の選挙にも,も、響くかもしれませんね。いや、維新こんなことやってんねやと。えー、なんか当選、維新の人は当選してみた,みたいだけど、いや、これはどうなんっていうね、改めて、 え、自分が辞めた、あの、県議の補正に自分が出るっていうのはどうなのっていうね、うん。いや、だからやっぱ有権者はもっと関心持たないとね、こういう結果にやってしまうと、うん。まあ、まあ自民党もでも結構ね、自民党なんかあの、2万ぐらいあってもおかしくないんですよね、これ持ってるのはね。前回の県議選では1万5千、2万6千票ぐらい、 ええー、まあ今回、今回自民もまあちょっと割れた形なんですけども、でも全然その組織票的にはですね、やっぱり自民票というのが減ってるかなっていう感じもしますね。うん、だからやっぱり自民支持層がまあ維新にあの入れたっていうこともまあ考えられるのかなと思いますけどもね。まあだからまあなん,、まあ、なんていうんですか、これ、まあ立憲は、 まあちょっと良かったんちゃうかなと、負けたとはいえね。うん。まあでも他はあんま喜べない結果になったんちゃうかなと、えー、思いましたけどもね。チャンネル登録よろしくね。